つなぐ感動鹿児島国体、続いては選手に注目です。陸上競技から、今年海外の大会でも結果を残し、国体でも優勝が期待される2人の高校生アスリートを紹介します。やっぱり鹿児島代表として、暑さとかにも負けずに、自分との戦いに、自分との限界を勝てるように頑張りたいと思います。高校生から一般の選手が競う成年女子 5000m 競歩には、総合開会式で選手宣誓の大役も務める鹿児島市出身、鹿児島女子高校3年の大山愛選手が出場します。去年の栃木国体では18歳以下の日本新記録で準優勝。今年は6月に行われた20歳以下のアジア選手権で銀メダル。さらに夏のインターハイでは初出場ながら2位におよそ45秒差をつけ、初優勝に輝いています。大山選手の強さの秘密は、大きいストライドと速いピッチ、そして強い気持ち。インターハイ前より状態がいいと話す彼女は、地元国体での優勝を誓います。自分のレース自体が土曜日なので、見に行けたら見に行くって言ってくれる人も多くて、たくさんの人が応援に来てくれたら、自分もそれを励みにしてもっと頑張れるので、いろんな人に応援してもらいたいなと思います。鹿児島なので優勝を目指していきたい。少年男子共通 800m に出場するのは、鹿児島城西高校3年の滝迫博典選手です。彼は今年6月、30年以上破られなかった記録を塗り替えました。初の国際大会となったアジア選手権 800m で自己ベストを更新し、さらに県記録を33年ぶりに更新して優勝。一躍全国から追われる存在になりました。しかし夏のインターハイ、自己ベストは更新したものの、滋賀学園2年生の落合選手に負け、準優勝に終わりました。インターハイではやっぱり5本レースを走るっていう中で、ベストの走りは全部できたんですけど、ラストの足の動きが悪いっていうのが2本ともだったので、そこをラストまでしっかり動かせるように、長い距離を走って足を強くしているのが今ある。この借りを返す時が来ました。必ずリベンジして、落合君の自己ベストを抜いて優勝できればなと思います。高校最後の年に巡ってきた地元での国体、親しみのある白波スタジアムで頂点を目指します。どちらも高校生ということですけれども、大山選手はもちろん優勝もそう期待されるんですが、選手宣誓も務めるということですね。そうですね、もう地元みんなで応援したいですよね。そして立田子選手もぜひ、リベンジしてほしいなと思いますね。陸上競技は今月13日から行われ、誰でも観覧できます。大山選手が出場する 5000m 競歩決勝は14日、滝迫選手が出場する 800m 予選は16日に行われます。